ドンピシャもしかして割れちゃう、あれ違う、顔が割れてる。すいません、この辺って防空壕とかないですよね。はい、登るとこですか。はい、交通ルールに従ってます。というわけで来ました。はい、今日はガチです。ガチガチ。今日はね、この近くに防空壕があるということで、ちょっと実際にその見に行きたいなと。はい、あんま撮りたくないですよ、あの奥ってさ。昔はあのみんなの肝試しスポットだった。ここしかなさそうですね。ドンピシャもしかして、やめ、やめ行くんすか。ここの、いや、それ行っちゃっていいんですかね。これじゃないですか。え、ここ、もともとお墓にするつもりだった。あ、あ、とこってことですね。お墓のとこにわざと防空壕作ると思わんけどね。いや、もっと奥なんですか。うん、多分それとんかもしれない。入るときと毎回しようって言って僕がかけてあげますよ。いつか絶対危ないことあるっす。清めたら、はい、何も ない状態じゃん。いい、そういう例とか、はいはい、悪い例を全て無にするわけですから。ああ、その後入ってくるわけです。なるほどね。だから、そのある程度はバイキンいるって言ったりする。ああ、はいはいはい、ね、それが逆に守ってくれるみたいな、免疫みたいな。そうそうそう、これどうやってあるんですか。結構なんか迷路みたいになってますね。うん、どう行こう、あっち行きたいの。あ、これあんまりこう長くいたら多分こっちなんもないよ、もう。あ、この上かっぽいな。暗てか、かゆい、暗いし、かゆいし、暑いし、なんかもうどねんでもない。多分これ、これっぽいな。あれちゃう、あれ違う、あれ違う、あれ違う、あの石みてぇな。なんかある。あるよな、なんか変な感じよな。いやー、気が悪いぞ。夜来たら大変だよ。そんなかな。あれさ、こっちはまずい。なんかそれっぽい感じすんだけどな。おじさん気になるね。顔が割れてる。行ったんだろう、多分。だけど戻したみたいな。うん。ほんまにこの辺にあったんですよ、確か。すいません、この辺って防空壕とかないですよね。なんかあるとかなんか聞いて、裏に昔あったけどね。あ、もう今不在にしろ。あ、不在に、もうこの裏っすか。この裏のとこ。あ、もうすぐそこの山道、坂、はい、登るとこですか。でもすぐそこの道、ちょっとなんか見てみたいなと思って。もうわからんね、みんな。あ、そうなんすか。そこでは小さい時だ。あ、そうなんすか。そんなに。いや、もう小学校の時だけど。あ、じゃあだいぶ。はい、いうわけで、もう自撮りになってますけど、あのさっき聞いたら、あのあると、あっこじゃなくてこっちにあると。そうでしょ。いや、ほんまに、あの、あの施設のスポーツセンターの人にさっき聞いたら、あ、このとこにあるって言って、でもあのここにある、ここにある、こんなあるって。さっきのとこは違う、ダミーじゃないんだけど、ここにあって、もう塞いどるという話を。塞いど、うん、あ、
その僕まあそのでも60過ぎぐらいの人が言ってたんで、だからもう僕らのちっちゃい時にあってもうつアイドルって呼んで、もしかしたらもう30年とか40年とか経ってるかもしれないですけど、ちょっとね行ってみようかな。行くよ。ちょっとすぐそこにあるって言ってて、ちょっと行こうや。なんかちょっとやっぱ行くの厳しいな、この崖で登れるけど、まあでもそのさっきのおっちゃん言ってたけどあるけど、うん、もう昔のことだし、その見つからんかもしれんっていう。ここえ、絶対無理です。ちょっと見に行ってきます。でっけえガガオルわこれ。もうここで待ったらいいですか。うん、あの人半袖半ズボンで行ってますよ。大丈夫？あそこ下ヘビいますよ、ヘビ。え？あ、なんもないよこれ。うん。すごいね。ありがとうございました。またね。いう感じで。どんな感じ？熱っ。今日鉄腕ダッシュ出てる人みたいな格好になっちゃってる。熱っ。ないわ。なんかありそうあるかなと思ってけど。すごい気合入ってる。まあ、しゃあないよ、これ今日も。今日は？もう。うん。ね。はい。閉めてください。閉めれんよ、なんかね。閉めかんもん。ね、あとはちょっと。はい。あの、他に防空壕ある、のあること知ってる人いたら。そうですね。ちょっと行ってくるわ。ラストチャンス。あれもう終わると思ったと見せかけてまだ続くっすね、この動画は。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。